それは何だよ話してよ、うん、まあちょっと夏なんで来てたんだ。うん、なんか食べたくなっちゃってサバ。そうか、どうした。じゃあまたの機会に。ちょ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 、何言ってんだ先生。いいじゃないかよ。先生さてと今日は絶対酒出さねえぞ。分かったな。ね、リュウちゃんね、最近飲みすぎだよ。なっちゃんからもさ、こうビシッと言ってやって。いや、ほんとだよ。なっちゃんはね、女房代わりみたいなもんなんだからガツンと言ってやってよ。うるせんだよ、お前はよ。うん、いや、妹じゃなきゃさ、嫁さんにしたいところじゃないのか。こりょうか、うん、笑わせるな、お前なんてな。大変だろうな、お兄ちゃんの奥さんになる人。なんだよ。靴のことしか分かんないの勲章みたいに思ってて、うん、冷蔵庫も洗濯機も区別つかないような人なの。受けてんじゃねえよ、仕事しろ仕事ちゃんと。だったらとっとと注文しろ注文。うんだな、うん、サバくれサバ。サバ、これからは暇なんだ。毎日通い詰めてやら、しかもつけれない。ちょっとちょっと、お前暇になるって何。おう、森道との契約をよ蹴ってやった。兄ちゃん、俺のやり方に口出すんじゃねえぞ。俺はもうケツまくったんだ。いや、なぜよ、トールのことはもう忘れろって言ってるじゃない。もうそのつもりだって。トールのやつよ、婚約決まるらしいわ。そう、もう忘れろな。ひどいよ、何度も何度も。ゆきみちゃん、酒くれ酒。サバだろ。酒。いや、サバにしとけ。サバいいから酒くれよ酒。